視覚障害者。視覚障害者とは、視覚、資機能が、日常生活や就労などの場で不自由を強いられる、ほどに弱い、もしくは、全くない人たちのことである。長年、情報障害者と、言われ続けてきたが、ノーマライゼーションの社会的風潮の土台の上、近年の情報通信技術、インフォメーションコミュニケーションテクノロジー、 ICT の著しい発展で状況によっては健常者と変わらない活動をする機会が与えられるようになってきたアクセシビリティのページを参照のこと。残存資格がある弱視者、またはロービジョン者、ロービジョンと資格を持たない、猛、全盲、ブラインドネストに分けることができ、前者を見えにくい人、後者を見えない人と呼ぶ場合がある。対義語は 西岸者日本においては、明治維新以前の時代では、東道座、妄想座、小勢屋敷などの自治的組織がいくつかあり、中でも、東道座では、剣業や高等、別等、座頭などの管理が与えられ、音楽家や、新旧安間を専業としていた。東道の座の最高職である、総剣業、または、職剣業は、過去、目倉と呼ばれたが、現在では、差別的、 差別用語とされたり、視覚障害者という言葉の指し示す対象が広がってきたこともあり、使わない傾向にある。障害者、特に視覚障害者は、どの時代や国、地域にも広く存在する社会的少数者、マイノリティであるとされ、生活は時代や国により大きな制約を受ける。風によれば、世界の視覚障害者は、 推計2億5300万人、そのうち3600万人が全く見えず、2億1700万人は中度から重度の視覚障害を持っているという。視覚障害者のうち弱視者、またはロービジョン者の割合は7割とされている。一般的に行政から認定を受けた視覚障害者、とりわけ全盲の人を指していることが少なくない。本質的な 障害に対する考え方は、日本図書館協会の図書館利用に、障害のある人という定義や、ロービジョンケアにおける考え方、近年の障害者の権利に関する条約に基づく、政府による障害者の定義の見直しにも見られるように、日本においても、医学モデルから社会モデルへの転換が図られつつあり、従前の捉え方では線に漏れる人たちが多数、 発生することに注意が必要である。例えば、野毛症、彫目や死や狭窄、眼検下水、目信、はじめ、福祉、色覚異常、昼間も言葉の定義からすれば、視覚障害ではあるが、これらは、身体障害者福祉法における、視覚障害の定義には含まれない。視覚障害者を対象にした学部を持つ、国立大学として、筑波技術大学がある。 聴覚障害者への対応も行っているが、一般的な大学でも受け入れをしており、その情報支援、情報保障、テキスト、講義は適宜定に訳、翻訳されているは、大学によっては大きく進んでいる。2007年に創設された特別支援学校教諭免許上の教職課程を設置している大学等の教育機関のうち5領域中、 視覚障害の取得可能な教育機関は他の4教育領域に比べて著しく少ない。さらに、大学通信教育においては、2012年現在は家庭設置校は解無であり、そのほとんどが給与後学校免許上に相当する3領域のみ取得可能となっており、聴覚障害を教育領域とする免許を取得可能な通信制課程も1校にしか認可されていない。 世間での典型的なイメージは、視覚障害者イコール全盲イコール展示であるが、近年、中途視覚障害者や統合教育を選択した、つまり、盲学校に行かないものを中心に、展示の普及率、いわば展示の識字率は、決して高くはなく、よって、比較的豊かな展示図書の資産を活かすことができないものも増えてきている。しかし一方で、展示未習得者で、 展示を必要としない者も増えてきている。時代とともに音訳による録音図書や、特に近年においてはパソコンなどの IT 技術を利用した情報取得の機会も多くなってきており、自らがより自発的、能動的に情報収集を行える環境も整いつつある。情報保障も参照のこと。普段の情報入手の手段としては、実は健常ものと変わらず、 テレビが一番多いのだが、テレビ音声の受信可能なラジオによる情報取得者も多かった。しかし、地上デジタル化に合わせたラジオの地デジ化対応が進んでいなかった時期があり、実は視覚障害者にとっても地デジ化は緊急の課題であり、重大な問題であったのである。現在は地デジ対応ラジオも普及している。1978年の風の推定によると、 視力0.1以下の9割以上が発展途上国で感染症、トラコーマ等による失明が多いとされ、米国では2002年頃のデータではあるが、加齢黄繁変性が主要原因とされている。日本における要因で最も多いのは緑内障であり、ついで糖尿病などが続く。交通事故や労働災害などの事故も原因となるが、出生時の損傷による、 視覚障害は、比較的少ない。また、緑内障、白内障などの各種眼疾患の他にも、脳腫瘍のような脳疾患、糖尿病やベチェット病のような全身性疾患でも、視覚障害を伴う場合がある。ミトコンドリア病の三大病形のうちの一つ、CPO、クロニックプログレッシブエクスターナルアプターラモプリージア、慢性進行性外眼麻痺症候群や、 重症筋無力症などによる外眼筋や眼鏡筋の麻痺などによる触りもある。41歳以上からの中途視覚障害者が半数を占めている。一定の社会的基盤を持った人が視覚障害を負うと、特に QOL の維持が極めて大きな課題になる。2008年3月24日に厚生労働省社会。 援護局障害保険福祉部企画課から発行された平成18年身体障害児者実態調査結果 P17 によると視覚障害者総数310-002および視覚障害児総数4-900人における視覚障害の原因は次の通りである。眼科で受診後市町村福祉事務所に申請をすることで 身体障害者手帳が交付される。等級は各区分の障害の程度に応じて1級から6級まである。視覚障害は視力障害と視野障害とに区分して認定する。重複する場合、重複障害認定の原則に基づき認定する。現行の基準は2018年7月より採用されているものである。従来議論のあった対数視力ではなく、 少数視力を足して認定の基準にする者が良い方の目の視力に重きを置いて基準とするように改められた。重複する障害の合計指数に応じて認定する。職域はアハ企業に大きく依存しているが近年の ICT 技術の普及等を背景として約1割が事務職に就職している。かつては霊媒師、巫女など宗教関係の職につく者もおり、 いたこの多くは、後天的に失明したか弱視の女性であった。以前は、ハリーンさん、アンマさんといえば、盲人のことと言われるほどであり、これらの職業、アハ企業、産業業とも呼ぶに従事するもののおよそ8割が、視覚障害者だった。今日でも、視覚障害者の伝統的な職業と位置づけられており、国家資格を持つ者が、企業等に雇用され、 その従業員等に対し手術等を行うヘルスキーパー、企業内理療士が存在する。盲人は指先の感覚が鋭敏とされ、軽血、壺を探したり、針やあんまの細かい主義に適すると言われる。戦時中は、技、ざ、漁師として日本軍兵士のマッサージや超音兵、航空監視として敵機の高音で空襲の規模を観測するとして動員された者もいる。 現在も、資格特別支援学校には、職業家庭として、新旧マッサージ使用制の利用課が設置されている。また、ヒモーレーンは、新旧マッサージ業界4団体の一つである。資格障害者向けのソフトウェアを次々に開発し、IBM フェローの地位にまで上り詰めた、障害当事者プログラマ、浅川千恵子などが進めた、資格障害者向け ICT 技術の一い、 発展は多くの後続するプログラマを生んだ。現在、高等教育から職業教育までその支援体制も充実してきている。視覚障害者読書権保障協議会、塩見教による読書権運動の成果の一つとして公共図書館の職員、図書館員に採用されている。現在も就労機会の少ない視覚障害の世界では、 公共図書館員が一つの道として定着していることが挙げられる。公共図書館における障害を持つ当事者職員の存在は文献資料に対するアクセシビリティ、読書権を支える貴重な存在である。現在の日本の医師国家試験では資格についての結核事項が撤廃され、全盲であっても試験に合格すれば免許が交付される。ただし、厚生労働省が 特別ローテーション、本来7科目の研修を1科目例外的に認めたが、代わりに、病院管理者資格の取得は不可能となり、勤務医はできても開業はできないという、ローテーション特例のハンデが与えられた2006年時点。免許取得後、臨床研修の受け入れ可能な研修施設がなかなか見つからず苦労したという事例がある。中世から、語り部、微和防止、5世。 創曲家、三味線演奏家など、音曲を制業とする盲人は多かった。また、老曲の世界にも、何和て、綾太郎以前の昔から現在に至るまで、一例、大戸勝子複数老師が存在し、音楽分野では、現在も様々なジャンルで活躍している。明治以前、東道座が、視覚障害者の生活にとって、重大な存在で、県業や、座頭などの官位は、 宮廷や幕府の保護を受けており、売観の利益分配のためのギルド組織でもあった。また、出産や新築などの吉祥時に運上を取り立てることをなりわいにしていた、資格障害の有無に関係なく、下田屋の例がある、予祝芸能も参照。その封建的身分制度が、維新後の新体制となじまず、解散する。弱視者、または、ービジョン者への配慮については、 ロービジョンの項目も参照のこと。障害者に虐待の防止、障害者の擁護者に対する支援等に関する法律により、障害者に虐待をすることは禁止されており、障害者に虐待を受けたと思われる障害者を発見した場合は、市町村または都道府県に通報しなくてはならない。また、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律により、 不当な差別的取り扱いが禁止され、国、都道府県、市町村などの役所や、会社や、お店などの事業者に対して、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの、対応が必要とされる際に、施設改修工事や新設などの負担が重すぎない、範囲で、役所、公的法人等も含むは対応しなくてはらない、民間事業所は対応するように努力するとした。 合理的配慮を行うことが求められている。視覚障害者対象の合理的配慮の事例なども、プライバシーを尊重した上での事例集として、内閣府よりまとめられている。展示図書や、録音図書などにより全く情報が得られない状態からは脱却できる。しかし、現状では、あくまで、これらの図書は、ボランティアの活動に頼っている現状であり、用意されている図書のジャンルが、 文芸作品に偏っているなど問題が指摘される。詳しくは、録音図書、展示図書館のページを参照。読みたいと思ってもすぐには読めない、新刊の場合、翻訳にはどんなに早くても出版から数週間はかかるわけであり、読みたい書籍を自ら手に取って読むという請願者のスタンスから比べると動的と言える。しかし、口実のパソコンなど情報技術の利用により、 受動的な立場から、自らの意思により、文字情報を得るような時代に向かってきていると言える。歩道や鉄道駅などでは突起のついた、視覚障害者誘導ブロック、いわゆる、展示ブロック、対外は、黄色が床面に設置されている、移動のアクセシビリティ。細い長方形や長大円の列になった突起がついた、もの、溝の方向に進めぬ糸、小さな丸の突起が並べられたもの。 止まれあるいは危険の意がある。ブロックを黄色としているのは、ロービジョン社が展示ブロックを容易に指認するためである。近年、美観整備の一環で、突起を路面タイルの模様に一致させた展示ブロックが散見されるが、ロービジョン社への配慮に欠くと指摘があり、この点については、国土交通省から基準が明示された、起土費2.0。展示ブロックの発地は、 日本である。また、手すりや券売機には、展示、横断歩道や、駅の階段、エスカレーターでは、音声、音楽による誘導もなされている。ガイドヘルプ、または、視覚障害者向けのガイドヘルパーや、盲導犬による補助も行われる。2003年には、身体障害者補助券法が施行され、市役所などの公共機関や鉄道、バスなどの公共交通機に限らず、 百貨店やレストラン、ホテルなどの不特定多数の人が利用する民間施設での盲導犬を含む各種補助犬の受け入れが義務付けられた施設が拒否した場合、障害者からの告発があれば処分があり得る。鉄道駅ではホームから線路へ転落する事故が与えず、毎日新聞の調査によると視覚障害者の3割が経験している都市部の利用者の多い駅。 2016年末の国土交通省と鉄道事業者との検討会は、1日10万人以上が利用する駅について、線路への転落を防ぐホームドアの設置が進められている。また、駅員や乗客による声掛けも求められている。目が見えないもの、準ずるものも含む、は、道路交通法第14条1項の規定により、 道路を通行する際は、精霊で定める杖を携え、または、精霊で定める、盲導犬を連れていなければならない。とされ、道路交通法施行令、第8条1項で、精霊で定める杖は、白色、または、黄色の杖とする。と定められているが、形状や材質には言及していない。方向がわからず援助が必要な場合、アナログ時計。 針式時計の文字盤を想定した案内が、明瞭簡潔で、特別支援学校、盲学校などの訓練でも採用されている。接し慣れていない場合、適切な案内に判断を、迷い、もう少し、など曖昧表現が多用され互いに混乱を招く場合がある。そのため、誘導する際は、左に少し行くと、のような曖昧表現をして、9時の方向、3メートル、 先に、と、具体的に説明し、真後ろに2メートル交代する際は、6時の方向に2メートル進むと誘導する。このように、方向、距離、共に数字を用いて、具体的に伝達し、勘違い、誤解を防止する。ただし、時計に関わる必要はない。左、右、前、後といった言葉は十分理解でき、時計を用いなければならないというのは、机上の空論である。 合理的配慮という点では、あくまでコミュニケーション優先であり、ガン、固く7等で対応してはいけない。対象者の不安感を和らげるため、身体接触が必要な場合は、事前の声かけを行い援助を対象者の了承を得るようにし、いきなりの身体接触は、極力避ける、例外は危険性が高い場合、白杖使用者の白杖も体の一部、目の代用とみなし触れないこと、 例外は白詰使用者が手を開けるために誘導者に持っていることを希望した場合。蓋を開けて針の位置を指で確認できるアナログの腕時計がある。また時間合わせを自動でしてくれる電波時計は瓶が良く、音声読み上げタイプは日常生活用品として行政による購入補助の対象ものもある。洗濯機などの家電製品にはスイッチ部分に点字を刻印してあるものがある。 また、携帯電話は画面読み上げ機能が標準的についたら暗く、ほんの普及率が特筆的に高い。シャンプー容器にはリンスやヘアコンディショナーと区別するために刻み模様が入れてあるが、洗髪中に目をつぶっていても使えるように施されたものだが、視覚障害者への利便性も高い。牛乳パックでは上部の貼り合わせの部分を丸く切り取ってあるものがある。 アルコール飲料の缶の上部などにお酒などと展示を刻印してあるものがある。おもちゃの中には盲導犬マークがついているものがある。これは視覚障害の有無に関係なく利用できるおもちゃであることを示す。このようなおもちゃ類を性盲とも言う玩具といい日本玩具協会が始めた活動である。現在は国際共通マークとして認められ徐々に その活動の輪が広がっている。ポインティングデバイス、マウスなど操作が困難な人は、テキスト音声化ソフト、スクリーンリーダーや音声ブラウザの読み上げ音声を頼りに、キーボードからの文字入力とショートカット機のみでパソコンを使用する。視力によっては、文字やマウスポイントの拡大や、ハイコントラスト化で対応可能な場合もある。現在、主な OS や、 アプリケーションソフトはキーボードだけでも操作可能な設計とされておりタッチタイピングの習得が可能なら正眼者以上の努力は必要ではあるが文字入力に関しての見言葉不都合はないとも言えるがアプリケーション操作に関しては各コマンドの構成を一通り記憶しなければならないので新しいソフトの導入やバージョンアップなどでコマンドの増減や操作法の大幅な改変が起きると その対象にも正眼者以上にエネルギーを要する。インターネット上の情報取得には、カーソルキーとシフト、タブキー以外ほぼ必要ないので、不都合はないが、以下のような音声ブラウザでの利用を念頭に、置いていないウェブサイトにおいては、利用問題が発生する場合もある。これらは、作り手の以下のような配慮で解決が可能な場合もある。などが有効である。一方、 フラッシュ側における配慮も行われてきており、フラッシュプレイヤー6以降からは、マザマイクロソフトアクティブアクセシビリティへの対応が施され、HTML におけるオルト属性に相当する内容をフラッシュファル内の各項目に埋め込みが可能となった。また、日本 IBM から i ブラウザーがオープンソースで公開されマルチメディアコンテンツへの アクセシビリティ改善の取り組みもまた進んでいる。Web デザイナーや IT のバリアフリーを目指す技術者にも、障害当事者が少なからず活動している。場面構成等を解説した、シーンボイスガイドと呼ばれる音声を無音声部分、セリフとセリフの間などに差し入れる形にし、健常者と同様に干渉が可能なように配慮がなされたものが、 特に視覚障害を取り扱った映画に採用される場合が多い。制作サイドが初めから組み入れる場合もあるが、多くは別に録音したシーンボイス部分のみを同時再生、もしくは映画の進行を見ながらその場で行う。ボランティアで行われることも多い。シーンボイスガイド未利用者の妨げにならないように、シーンボイスの聴取は、 入り口で貸し出されるポケットサズの FM ラジオにイヤホンをつないで行われる。ニュースやドラマなど副音声にて解説放送が採用される場合がある。詳しくは同項目を参照。日本銀行券、紙幣の下場の左右に指触りで禁止を識別するためにデコボコの印刷がされている。1万円札は L 字、逆 L 字、5千円札は八角形。 2000円札は3つ、展示の2、1000円札は下線となっている。また、国立印刷局からスマートフォンで判別、読み上げることができるアプリ、有吉君がある。5000円紙幣委員券と1万円紙幣委員合券には懸命にホログラムがあり、このホログラムの透明層がその他の印刷面と異なる食感であることから、透明層の有無。 面積及び形状により、金種を区別できるようにする取り組みも行われている。2014年度前半を目途として、5000円紙幣のホログラム透明層の面積、形状を変更することが発表された。日本の紙幣は、異なる額面の紙幣は、互いに大きさが変えるよう、額面の大きい金種の大きさが大きくなるよう、設計されている。しかしながら、 2000円紙幣 d 号券2000年発行について先に発行された5000円紙幣 D5 件1984年発行との横幅の違いがわずか1ミリメートルのしかないため区別がつきづらい多くの国では額面が大きいほど紙幣の大きさも大きくなるが一部の国の紙幣アメリカ合衆国ドル紙幣など 禁種が異なっても大きさが同一であり、使いづらいとされる。禁種を問わず同一サイズの紙幣を発行する国は、他にオーストラリア、カナダ、フィリピンなどが挙げられる。視覚障害者に対し、機械的に資格を復活させようという試みが人工資格である。現在開発中のものは2種類あり、一つは網膜を刺激するタイプである、網膜刺激型。 もう一つは脳を直接刺激するタイプである脳刺激型が存在する。どちらもまだ臨床実験段階であり、実用化に向けて研究が重ねられている。近年では、米企業であるテスラモーターズの CEO がニューラリンクという子会社を設立しており、脳刺激型の四角上書き MR 状ものを研究予定である。通常は、 目の不自由な人と故障されることが多い。対院義語として、正常な視覚を有する者を、正眼者と呼ぶ。毛の国読みは、目倉であるが、この故障は使われなくなってきている。飯とも言う。地域によっては、赤眼、片方の目が見えないこと、または左右の目の大きさが異なると表す。目っかちという言葉もある。全盲の場合は、盲人とも表現する。 盲の派生語として何らかの事情で教育を受ける機会がなかったために文字が読解できない人を文盲、名盲と呼ぶ。また、それらの人たちのために作成された小読みを盲歴と呼んでいた。しかし今日では、それぞれ、非識字者、エゴ読みと呼称されることが多い。盲目、または盲目的という言葉は、周囲が見えていないという意味から、 現在でもある出来事に熱狂的となり、理性や分別をなくすといった意味で使用されることがある。これらの言葉も、場合によっては、視覚障害者が理性に欠けているかのような印象を与えかねないので、マスコミ、出版業界では避ける傾向にある。現在では、メクラと、訓読みした場合、差別用語とみなされることがあり、注意が必要である。漢字、毛の訓読み、メクラは、 東洋漢字表にはあるが、常用漢字表では削除されている。僧の僧者をメクと呼ぶのは明治以前からタブーとされていた。視覚障害者に与えられる簡易である権業などの社会的地位が高かったからである。文芸作品などで見かけることのある語句について簡単に述べておく。メクを含むこれらの言葉を差別的だと捉えられることもあるので、マスコミ、 出版業界では使用しないように言い換えが進んでいる。視力が退化した生物に対する生物学上の和名として、メクラヘビ、メクラウナギ、メクラウオ、メクラアブ、ザトウクジラ、メクライシムカデなどがある。これらが現在においても使用されていることに対して、差別とは無縁な分野であっても問題視する動きもある。これに対し、和名の変更を考える。 学術的な行動は、メクラカメムシをカスミカメムシ、メクラグモ、ザトウムシに変更するなどの例はあるものの、和名の変更に反対する意見もあって、すべての和名が変更される事態には至っていない。2007年2月1日、日本魚類学会は、メクラなど、差別的語を含む51の標準和名を解明すべきとの勧告を発表した。その勧告によって、メクラウナは、 細ヌタウナギと解明されているポリティルコレクトネス。しかし、こうした動きについて過剰な言葉狩りであるという批判もなされている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。